土屋神社とは、茨城県土浦市中央にある、木城公園内にある神社である。土屋神社は、江戸時代に土浦城の城主にして、土浦藩の藩主であった土屋氏が宇治神を祀る、社であった。廃藩地県の2年後、明治6年1月に、大城管プレイ第84号で土浦城は廃止され、その後土浦城氏は、 旧藩主である土屋市の個人所有地であったが、旧藩主、土屋巨字家の故障時期から、明治31年に、当時川口町にあった土屋神社を城内に移すことを条件に、土浦城市を公園とする寄贈の申し出があり、公園家の資金として、木に1万円が添えられた。完成した公園において、土浦城の本丸跡北部に、 土屋神社は潜在することとなり、現在もひっそりと鎮座している。土屋神社の祭神は、土屋氏の祖先である。1、土屋創造を摩擦根孔に、土屋民部所有多田なお公さん、土屋田島守る数字過去を土屋氏の繁栄を導いた、氏神であり、現在もこうして祀られるに至った経緯には、土屋神社の祭神に対する、土屋氏の熱い数形の思いを見ることができると言えよう。 土屋神社の移転は公園化のきっかけとなっているが、故に、気象公園全体が社にとっての神樹の森であり、境内であると見ることもできる。ただし、もともとは川口町に存在していたものであり、土屋神社は気象公園に含まれるものではあっても、土浦城市に含まれる土浦城の遺構であるとは言い難い。気象公園を土浦城市として訪れる者にとっては、 土屋神社は土浦城に関連する史跡ではあっても、城の遺構としては公園内の他の施設に注目がいくものであるが、土屋神社の祭神が土浦城の城主であった土屋氏を繁栄に導き、結果として土浦城の繁栄も導いたことを考えれば、現在も城の遺構を含む公園を守る氏神として、その意義は無視できないものである。再選箱はない。ありがとうございます。